どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は虚構叙事の読みの適正具合を見ていきたいと思います。読みが実装されてからの初の虚構叙事更新ということで、読みへの期待も高まっているのかなと思います。そこで今回は読みと星音編成で全ての虚構叙事に挑んで適正具合を判断してみたいと思います。使用する編成としては読み、K ナイフ、エラ、孫悟主人公を採用してやっていきます。孫悟主人公はね、星5ではありますが初期のキャラなので星4としてやっていきたいと思います。でこちらの編成なんですけど、戦闘はオートのみで試していきたいと思います。手動だとね、どうしても判断の部分で差が出てきますので、今回はあくまでオートのみで試していくというところです。キャラのステータスとしては、読みは無凸、持ち公円錐を持っている状態でいきたいと思います。正直なところ、公円錐がないと辛いキャラクターではあるので、所持した状態としています。ペラと K ナイフの採用の理由としては、通常攻撃、スキル、必殺技のどれを使ってもデバフの付与ができるというところです。まあ、ペラに関して言えば、決意を採用して、通常攻撃でもデバフを付与ができるようにしているという状況ですね。ステージバフは純爆を使って、読みの必殺技の回転率を上げれるようにしておきます。今回はこちらの内容で虚構叙事嘘800をチャレンジしていきたいと思います。それでは早速ですが、この編成でプレイした時の各ステージのクリアポイントっていうのを見せたいと思います。こんな感じになりました。はい、前半後半それぞれやってみたんですけど、まあ1と2は問題なくクリアっていうところなんですが、ステージ3、4になると数値がガクッと下がるような感じになります。で正直ステージ2までは3万点超えのクリアは可能だなと思います。育成がある程度できていれば4万クリアはいけると思います。ただしステージ3からは各ウェーブの敵の弱点のばらつきなどによって適性が大きく変わったというのがありましたね。特にステージ3後半の部分でガクッと数値が下がっていますが、ウェーブ2では今回の編成で組んでる雷、氷、炎弱点なしの敵が出てくるため時間がかかるというのが原因です。推奨としては雷マークがあるんですが、実際のところ敵の偏りによっては弱点が全くつけないというところです。そのためステージ3に関しては弱点属性の割に前半の方が適性が高かったというふうになってますね。ステージ4に関しては弱点との噛み合いが良く、後半の方が適性があるとなってます。星4キャラと組み合わせという点で言うと2万点台が取れているので、手動で切り替えればもっといい点数は取れるっていう見込みはあるかなと思います。特にステージ4の後半2万8000取れてるので、ここは3万点狙えるんじゃないかというところですね。それでは読みの虚構叙事の適性について話していきたいと思います。虚構叙事を一通り試してみて感じたのは、ステージバフ次第で活躍するキャラっていう感じでしたね。これぐらいの適性だと感じました。キャラとしては強力ではあるんですが、2つの欠点が足を引っ張った原因となっています。その原因としては必殺技発動まで手間が多い、もう1つは3体以上の敵に対して圧が弱いっていうところです。それでは1つずつ話していきたいと思います。1つ目は必殺技発動までの手間が多いという点です。これに関しては闇の性能上どうしても必要な部分っていうところなんですが、どうしてもデバフを9回付与するという手間がかかってしまいます。そのため今回の編成でケモキャラ3人でうまくデバフの付与をしていかないと時間がかかるっていうわけですね。しかも読みが持ちなしだった場合、ケモキャラが3人いたとしてもそれぞれ3ターンずつ攻撃をしないといけないっていう風になります。これにより必殺技の発動までかなり時間がかかってしまうっていうわけですね。ペラとケイナイフの必殺技の溜まり具合によってはもちろん短縮はできますが、数ターンに1度ぐらいの短縮となります。また孫悟主人公に関しても生還指示を持たせるという選択もありますが、ランダム要素なので安定はしないというところですね。挑発がうまく刺さらないとそもそも攻撃をしてもらえないという部分があるからです。なるべく溜めやすい環境にはしてみましたが、自分でデバフを溜めるっていうのはかなり骨が折れたっていうのが実際の感想です。2つ目は3体以上の敵に対して圧が弱いという点です。虚構叙事では敵の数として4体以上が並ぶようになっています。これによって必殺技以外では総入れ替えというのができないため、敵の並びが安定しないところがあります。必殺技であれば一気に倒せますが、行動数的にスキルの使用が多くなる読みとしてはちょっと辛い部分かなと思いましたね。
そのため敵の配置で弱点属性のばらつきがあるとターンの増加につながるためオートだといまいちだなというふうに感じました。以上が2つの欠点というところになります。まあ今回はね、読みの欠点を補えるように虚構ジョジョのステージバフがそれをカバーしてくれるようになっています。純爆がないと敵のターンでただ攻撃を受けるだけとなり、ターンを無駄にすることが多くなりましたね。その欠点をうまくステージバフが隠しているっていう感じでした。虚構ジョジョにおいては依存が高いキャラだなと思いますね。現在優秀なキャラとしてヘルタやヒメコがいますが、こちらと比べるとどうしても攻撃の回数面で劣るように感じます。虚構ジョジョ単体で読みの適性を考えるとちょっと低めに感じたっていうのが正直なところですね。適性としてはちょっと劣る部分があるなっていう話をしてきましたが、虚構ジョジョでは全く使えないっていうわけではありません。性能自体はつまげ抜けているキャラなので、活用の仕方によってはとても活躍ができるキャラとなっています。ここは勘違いしないようにしないといけないですね。弱いわけではないです。ではこちらの活躍できるシーンというか考え方として3つほど紹介したいと思います。まず読みにおいてですが、ある程度弱点属性を無視できるというメリットがあります。これは弱点撃破が基本になるスタレとしてはかなり強力な能力かと思いますね。特に今回の編成は星4で組んでますが、属性関係なく火力は出せていたので安定化につながる能力だと思います。これをうまく活用すれば、前半は高得点狙える編成を持ってるけど後半に適したキャラがいないっていう時に、とりあえず後半に予備の編成を採用するってことができるので、そういった意味ではかなり強みがあるなと思いますね。続いては雷適性が高いキャラという点です。読みに関しては単純な雷アタッカーとして重宝できます。今の限定雷キャラはカフカとケーゲンの2人で、それぞれ癖の強いアタッカーとなっています。星4だとセーバルくらいですね。そのため純粋な雷アタッカーの活用として考えると、属性的にも強いキャラという分類になります。しかも限定星5のキャラは復刻が来たばかりで、次が来るまで雷キャラが不足することが考えられます。雷弱点の敵って意外と多いので、単純に雷適性の高いキャラとしては活躍できる機会は多いのかなと思いますね。3つ目ですが、読みについてはお手軽編成でも安定できるという点です。今回星4キャラ編成ですが、ペラ以外はほとんど凸が進んでおらず、育成もまだまだ伸びしろがあるので結構強いなと思ってます。しかも虚無キャラってカフカがいないと採用しづらい一面があるので、固定枠として使いやすいっていうのがありますね。特に K ナイフ、まあ他のキャラで言うと散歩などいますが、こういったキャラは持続ダメージを主軸とするので採用が難しくなってるっていう一面があります。なんですが、読みによってはプラスに変えれますので、とりあえず困ったらこの編成で攻略しようという感じで使える手軽さはとてもありがたいと思いますね。以上の3つが活躍できるという考えられる部分かなと思います。まあ、全体的にね、キャラ不足や弱点に対しての採用にするのはもってこいのキャラっていうところです。実際のところ雷キャラは不足気味なところがあるので、読みはとりあえず入れとけっていう感じで使えるのはかなりいいことかなと思いますね。困ったら入れとくってめちゃくちゃ性能高いキャラだからできることですからね。それでは虚構ジョジの評価とガチャについて話していきたいと思います。読みの虚構ジョジの適性としては、必須級ではないが痒いところに手が届くという位置になるかと思います。このあたりは毎回使用されるヘルタやヒメコなどと比べるとどうしても劣ってしまいますからね。これは仕方ないところかなと思います。ですが、属性無視など必殺技を有効活用すれば、属性関係なく編成を採用することができるという一面があります。しかも今回みたいな純爆のギミックがあれば力を最大限に発揮もできますからね。必須級かって言われれば怪しいところなので、かゆいところに手が届く性能と言えるかなと思います。本当いろいろなパーティーとして使えるキャラかなと思いますね。では虚構ジョジのために読みを引くべきかどうかというところも話していきたいと思います。こちらに関しては個人的には引くのはありと思ってます。で、理由なんですけど、実際自分サブアカでほとんど星5を持ってない状態でプレイしてみたんですけど、まあ、読み編成使ってみたらやっぱキャラ不足による弱点補正の編成が組めない時にめちゃくちゃ活躍しましたね。前半は軽流持ってるから氷はどうにかなるんだけど、後半雷に対してセーバルしかいないっていう時にやっぱ読みがいるだけでだいぶ変わりました。
とりあえず読みの編成を入れておけば多少のポイントを稼げるので穴埋めとしての編成の採用がしやすかったっていうのが一番大きいです。これは今始める人でエンドコンテンツをするにもおすすめできる要素なのかなと思います。エンドコンテンツするときってキャラが強いとかっていうのもあると思うんですけど、一番は弱点属性をちゃんと組み込めるかっていうところなので、こういったところはね、読みの強みが出れるのかなと思いますね。また次回以降の虚構叙事の適性があるか心配という声もあるかなと思いますが、その点は正直心配はないと思ってます。その理由としては、今回のステージバフは第一期のものが採用されているからです。過去のステージギミックが採用されていましたので、今後も同じギミックが回ってくる可能性があるから十分活躍する機会はあるっていう考え方ですね。まあ次回に関しては適正のステージバフが来るかって言われるとちょっとわからないところではありますが、今後一切活躍しないっていうことはないと思いますので心配はいらないと思います。まあ今回は虚構叙事単体で判断をしていますが、まあ判断をしてしまうと読みで完全クリアしようというのは難しいかなと正直思います。ですがクリアに向けてチーム全体の底上げという部分では優秀だなと思いますので、ガチャはおすすめっていうところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。